もしもその貿易にフォーカスして、議論すると、今回のこのいわゆるその貿易戦争っていうのは、意味不明の戦争なんですね。なぜかっていうと、米中の二国間のその貿易、その不均衡だからといって、いくらその制裁関税、例えば貸したりしてもですよ。結局のところアメリカは中国から輸入しなくても他の国から輸入せざるを得ないし、今更アメリカ本土で、何かしらその日用品を大量に作るという工場を建てるわけいかないですよね。ですから、トランプ大統領が仕掛けた貿易戦争の本丸が貿易じゃないんですね。貿易収支というのは、二国間の産業構造によって決まってるわけですから、その産業構造を変えない限り、貿易のそのトレンドが変わるわけがない。これ、極めてシンプルな理屈ですけれども、だから、じゃあ、貿易戦争のその本丸って何かというと、まさに今ちょうど問題になっている、ファーウェイという中国のそのハイテク企業、を狙い撃ちして、これも徹底的に叩き潰していこうと、そこが主な目的なんですね。どういうことかというと、北京の立場に立って言うと、要は今、世界の主要、先進国を見ていてもですね、アメリカにとって代われるような国、要するに、強い国になれるのは中国以外ないんですね。で、どういうことかというと、特にその産業について言うと、ドイツ、日本、韓国、あるいは、フランス、イギリスもそうなんですけれども、それぞれの国においては、だから得意分野があるんです。得意分野があるんだけれども、フルセットの産業構造を持てないんです。アメリカでさえ持てないんです。例えば製造業ではどうしても、人件費が高いので、外にシフトされる。唯一の国、その中国はですね、フルセットの産業構造を持てるんですね。なぜかっていうと、この国は人口が多いので、かつ、格差が、大きい。普通の国であればですよ、人件費が全般的にボトムアップされると、上昇するとですね、どうしても低付加価値の部品製造がですね、他の国へシフトせざるを得ない。中国はですね、高付加価値のものから低付加価値のものまで全部作れるはずです。作れるんだけれども、これがね、多分千載一遇のチャンスだと思うんですが、戦略、全般的な戦略はあまりにも、なかったがために、とんでもない、なんていうの、看板を掲げた中国製造2025というプロジェクトを立ち上げたんですけれども、まあ、日本語でもよく言われる、出る杭打たれるわけですから、本来ならばこういった看板掲げる必要がなくて、密かにですね、要するに産業構造を整備していく、産業クラスターを作っていく。で、気がついたら中国は全部コントロールできたと。だけど、まだそのスタートラインにしか立ってないのに、もちろんチャンスがあったんですよ。だけど、途中からやっぱアメリカ側に見抜かれて、このままほっとくと全部中国に牛耳られるだろうと。それで、今の、戦争になったわけですね。で、21世紀に入ってから、これからの戦争ってのは何の戦争かっていうと、データなんですね。データなんです。データを抑えた国っていうのは全部コントロールできちゃう。覇権を、享受できるので。だから、中国の問題意識は僕間違ってないと思います。だから、ファーウェイとか ZTE とかを立ち上げて、その世界でその 5G という技術をですね、凌駕をして、それでデータを取っていく。これがですね、人間で、要するに、ゴール見えてくるとなると、ワク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 落ち着かなくなっていて、それで、声高くして、こう、叫ぶわけですから、叫ぶとですね、相手に、今の、世界の覇権国家のアメリカにですね、見抜かれてしまっているわけですから、
それで今回のその戦争になりまして、で、戦争になったらですね、今度、北京が何の準備も実は何もできなかったわけです。なんでという、すなわち、彼らがその出る杭打たれるという心の準備がないがために、足元がですね、完全に大混乱に陥ったというのが、今の、現状でございます。貿易交渉は、続けるでしょうけれども、この対立がですね、相当長期にわたってこう続くと思われます。ですから、妥協しようとしても、なんていうの、妥協点って多分ね、見つからないとかまで言ってんで、もう一つは、これ中国側の問題なんですけれども、あんまり、なんていうの、大胆にですね、譲歩すると、妥協すると、アメリカがですね、アメリカ政府がメディアに公表しなくても、トランプ大統領という人は、もう習慣的にツイッターで、つぶやくわけですから、これが北京として非常に困ることになります。なぜかというと、日本と違って中国という国がですね、やっぱコンプレックス持っているわけですから、そうすると、妥協すると、アメリカという帝国みたいな、覇権国家に対して、弱腰外交を展開したと、売国奴と批判される可能性が高い。そこまで行ったら、どうでしょうか、習近平政権ひっくり返る可能性も出てきます。それが当然習近平国家主席としては一番警戒しなきゃいけない。時間軸の読みがですね、間違っていて、すなわち、別にここで、本気にですね、妥協して合意に持っていかなくても、時間経てば経つほど、トランプ大統領にとって選挙間近になると、強気に出れないわけだから、時間稼ぎの戦略に出たんです、中国は。その選挙に近づくと、もしも対立が激しくなった場合、中国にとってどうして有利になるかっていうと、株が下がる。ニューヨークの株が下がっ、さ、ニューヨークっていうのは、ウォール街っていうのは、実は中国との戦争反対なんですね。だから株がですね、大きく下がると、トランプ大統領としては当然、支持率、下落につながるわけだから、あまり強く出れないんだろうと。北京はずっと踏んでたんです。だけど、僕は今の北京の指導者たちは、マーケットのこと多分ね、独裁政権だから、マーケットのことを十分に理解できてないと思われます。なぜかというと、アメリカの経済のファンダメンタルズがですね、非常に、景気がいいわけですね。例えば失業率も低いし、成長率も高い、インフレにもなってない。こういうファンダメンタルズがですね、悪くない状況で、どうして株が暴落すると読むのかっていうのは、私には理解できない。このままいくと、僕は一番心配しているのが、中国の改革開放政策、40年やってきたんですけれども、大きく後退する可能性があります。で、人間がですね、追い詰められると、マーケットをオープンにしていく勇気がなくなるんです。そうすると、なんていうの、ネガティブにというか保守的になるわけですから、積極的にその市場開放して、グローバル経済の一部分になっていこうという勇気がどうしてもなくなるわけですね。で、そのグローバル経済のその番人がアメリカですから、このアメリカに意地悪されていて、じゃあ我々は我々の、自力更生の、やり方であって、自力更生っていうのは、すなわち鎖国に入るわけですから、だから、中国の開放政策はですね、大きく逆戻りする可能性が今出てきた。こうなるとですね、隣の日本にとって、これは実は、非常に悪いニュースになります。というのは、日本経済がですね、幸か不幸か中国に依存しているんです。中国で
ものを作って、一部は中国国内で販売するんだけれども、大半アメリカに輸出する。で、それがですね、この戦争になって中国は鎖国に入っていくと、工場を、どこかへ移転しないといけません。これは必要性はわかるんだけれども、工場を移転するにはものすごくコストかかるので、時間もかかるし、多分楽観論者はみんな悲観論者に変わってるはずです。で、いくつかのポイントがあるんですけれども、一つがそのハイテク市場、今大混乱して、サプライチェーンがですね、再形成されると言われますけれども、新たなサプライチェーンの形が見えてきません。ですから、これからの経済を牽引する、ハイテク、IT を中心とする、ハイテク産業がですね、しばらくはですね、スタートを切ることができないので、経済そのものがですね、減速していく可能性が高い。これはアジアを中心にして考えてもそうだし、アメリカも実は無傷ではないはずです。これは1点。2点目がですね、中国経済が相当のダメージを受けます。なぜかというと、もともとトランプ仕掛けたその貿易戦争が始まる前に、中国経済はすでに減速を始めたんですね。なぜかというと、人件費が上がったんです。過去20年間調べたら、最低賃金毎年10%ずつ上げられたんですね。今、中国の、労働者の、賃金がですね、メキシコ、ベトナムよりも高くなっていて、ですから、例えばピーク時に日本の、会社が中国に進出して、どれぐらい工場を建てたかというと2万5000社、今は直近ではだいたい1万9000社ぐらいになっていると言われているので、6000社消えたわけです。で、すでに減速傾向にある中国経済がですね、今回のこの貿易戦争でさらに減速していくので、その中で新たなリスクが出てきます。で、どういうリスクかっていうと、中国経済がバブってると言われていて、ただバブルが崩壊してないんですね。だけど、この景気減速はですね、加速度的にここ早まっていくと、バブルが崩壊する可能性が出てきます。中国、日本も今、国の債務がですね、GDP の2倍ぐらいと言われているんで、中国は2.5倍以上ある。で、しかも不動産の価格は高止まりしていて、高齢化も予想以上のスピードで進んでいる。すべての、側面を見ていてもですね、ネガティブな部分が出てきているわけですから、一つの可能性が、中国は1兆1000億ドルの米国債を持っている。一部の評論家がね、中国は米国債を売るじゃないのかという話、あるんですけれども、その可能性ゼロじゃない。でも僕は今のところかけてるのが、だからそこまで悪くないんだろうと、だから売らないという方に僕かけているんですけれども、仮に追い詰められて、一か八かで、こねやろうと思って、米国債をですね、売却した場合、もうグローバルの金融市場がもう大混乱するですね。2番目、貿易戦争で制裁関税課されたわけですから、中国は、輸出業者をですね、助けるために人民元安、原油安を誘導するじゃないかというふうに言われているんですけれども、それはね、やってほしくない、2番目のポイントなんですけれども、もしも原油安誘導したら、もう今5月なので、もうじきアメリカ、財務省がですね、世界主要国の、為替報告書を出すんです。もしもその中で中国が人民元誘導したといって、中国のことをですね、為替操縦国というふうに指定された場合、中国に対する金融制裁を今度始めます。
国際貿易、金融取引の決済がですね、全部ドルでやっていて、アメリカを軸にしてこう決済されるので、それが制裁、金融制裁されると、中国の貿易のみならず金融取引が止まっちゃうわけですから、もう今のこのような痛みじゃなくて、もう世界経済がどうだろう、1930年の大危機の時よりもはるかに深刻な危機に突入する可能性が高いわけですから、だから最後申し上げたこの米国債の売却と円安誘導、この2つがですね、よほど愚かじゃなければ僕は中国やらないだろうと思うんで、そこにかけるんだけれども、でも可能性としてゼロじゃない、最悪のシナリオで、幸いね、習近平国家主席、これについて何も言及していない、いや、その前にやろうとしているアメリカへの、レアアースの輸出をですね、止めようじゃないのかっていう、これは中国人民大学っていう北京のある有名な大学があるんですけど、そこのあるいわゆる保守派の、学者が提案したんです。このレアアースを止めれば、アメリカの例えばインテルなどがですね、チップ、IC チップ作れなくなる、半導体部品作れなくなるという、僕からすると愚かな提案したと思うんですけれども、それをどうも習近平国家主席信じたようで、だから中国のそのレアアースのその工場をですね、最近視察に行ったんです。その視察っていうのは何の意味もなく視察するっていうのは、この指導者ってのはありえませんから、ある種のそのシンボルとして見せかけているわけですから、だからレアアースの輸出を止めようと、しているじゃないか。ただ、アメリカに対してレアアースの輸出を止めても、実は前回日中の間で尖閣の危機があった時に、中国人の船長日本で逮捕されて、それで中国は日本に対してそのレアアース輸出しないと、その一発目のその危機の時はですね、日本は実はすでにその予備のですね、いろんな戦略を考えたわけで、一つが海底のですね、レアアースの貯蔵をですね、探索してたくさん見つかったと。2番目が、なんていうの、廃棄された家電、などからそのレアアースをですね、リサイクルすると。3番目が、そもそもレアアースがですね、を使うときにできるだけ節約して使う、効率化していこうと。この3つの努力してほぼクリアしたんです。で、それで今、国際市場のですね、レアアースの価格を見ると全然上がっていない。ですから、何を言いたいかというと、中国が考えているそのレアアースの金融輸出禁止はですね、多分不発に終わると思います。で、不発に終わると当然のことながら次の一手を考えるわけですから、場合によってですよ、今申し上げた2つ最悪のシナリオ、テーブルに載せられた場合、これは分かりません、悲劇になると思います、為替と国債の話です。このような対立がですね、起きた時に、今までの場合はかつての日米の時はあれだけれども、こういうこの対立が生じた時に、往々にして一番いい解決法はですね、当事者同士議論するじゃなくて国際機関に委ねるんですね。で、WTO、 例えば当事者同士は、夫婦の喧嘩もそうなんだけど、2人でやり合うとだん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 離婚する方へ行くじゃないですか。やっぱり仲介の人を入れるわけですよ。だからこの2国間もそうなんだけれども、何かあった時にやっぱりね、国際機関に持ち込んでこう仲裁頼むわけです。で、ただトランプという人はどうも WTO のことを嫌いだと。こいつらは全然機能してないと、むしろ中国を優遇してアメリカに不利なことをやってるんじゃないのかと。で、あるとすれば、事前策としてベストが WTO のような国際機関だけれども、トランプ大統領という人はユニークだからこれは効かない。その事前策としてベターの方法で何かというと、まさに、この土曜日、
トランプ大統領、日本に来ます。ですよね。今、世界の指導者の中で、トランプ大統領と、まあまあ、平常心で会話できるのは、多分安倍さんぐらいですね。メルケルもダメだし、フランスのマクロンもいけないし、プーチンなんてとんでもない話だから。だから安倍さんがですね、安倍さんというか日本がですね、その仲介役として、話をですね、聞いてあげたり、メッセンジャーとして習近平国家主席にアドバイスしたり、しかも、あと1ヶ月もすれば大阪で G20 があると。だからここはね、日本の役割が僕は非常に重要になってきます。官邸がどこまで認識してるか分かりませんけれども、今この難局脱退する、まあ一番いい人選といえばどうだろう、安倍さんぐらいでしょうから。だから日曜日千葉で2人ゴルフやる、夜、六本木この近くで炉端焼きでなんか美味しいもん食べるようで、美味しいもん食べると話聞いてくれやすいもんだから。だから僕、日本の役割っていうのは僕らはやっぱ期待した方がいいと思いますね。